なか大したもんだなと思いますね。一発だけではないですよね。そうですね、はい、追い込まれてからも結構粘れるので、そこら辺がリズムのという話をしています佐藤です。三振でした。山の球もいいですね。いいですね。中継投手としても見事に再生を果たしました山田。目標にしているそうです、はいはい、そのために広く、ね、なんかいつも新聞の一面で見ている感じがしますね。そうなんですね。もうほとんど毎日です ね、 ですね。ここ3試合ホームランが出ています。佐藤輝明です。振ってきました。佐藤輝明から富山が三振を取りました。ピンチ脱出。7回表。